ですよねああいうちょっとこうなんか大人系の曲とかはなんか人気あるよね皆さんの中でもね、まあ、結構切ないよねあの歌詞ねうんスペイン語で <laughs> シャレたタイトルつけるもんやでほんま「ですよの会いたい苦しくて飛び出した」ってありますが本田君なら本当に飛び出しますか大人が気持ちえれないたしくてああそこね どうなんだろうね。飛び出していける、うん、物理的なそういう距離なら飛び出すんじゃないですか。うん、<laughs> いやどうしようもない距離だったら、ね、飛び出したって仕方ないかもしれんけど、飛び出してなんとかなるもんなら飛び出すかもしれませんね。うん、どうなんですかね。その情景がちょっとね、こう、指摘すぎてね、うん、指摘ってな、ポエムの方のしね、うん。物理的にどうにもならへんくっても飛び出すんだよって。<laughs> 何を怒られてんだ俺。<laughs> いやいや、飛び出しても仕方ないじゃんね。飛び出すこと自体が自己満足だからさ、飛び出してなんとかしてやれるなら飛び出したいから、だから飛び出してなんとかならない場合は、なんとかするすべを考えるよね。飛び出す以外でね。飛び出したって仕方ないなら、うん、そこはむしろ別の方向で頭振ル回転てんだよね。うん、<laughs> そもそも何のために飛び出してんのか、俺はちょっと情景が浮かんでないんだけど、デセオのあの歌詞。何も考えずに飛び出してほしい。<laughs> <laughs> まあそういうもんなのかな何も考えずに飛び出してほしいそういうもんなんだろうなうん <laughs> いやわかるよわかるけどさ例えば俺が今東京にいてささあ明日もこっちで仕事でさ何「ふとなった僕を呼ぶコールかすれた声気持ち抑えきれないでしょ」こう電話かかってくるわけじゃん。 ね、例えば名古屋からかかってきたとするじゃん。僕を呼ぶコールでしょ。だからしんどがってるとするやん、長尾ではないてが。で、気持ちを抑えられなくなって飛び出して会いに行ってしまうんだみたいなことだとしたならばさ、俺飛び出しても本当にさ、いや、あまあ、でも、名古屋に帰るわけにもいかんしなっていう変なしゅをするだけでさ、どうにもできんからさ、ね、そうなんですよ。 妙なとこ、妙なとこ、冷静と思われるかもしれんけど、本当にみんな、ちょっとちゃんと一回、俯瞰で考えてみて、飛び出さないでしょ、みんなだって、あの物理的にどうしようもない場合は。ね。<laughs> いやいや、どうにかなるなら飛び出しますよ、それはね。俺だって、今すぐ飛び出してね、会いに行ってあげられるなら飛び出しますよ、それは。飛び出すと思いますよ。<laughs> 何も考えずにね、皆さんのご要望通りにそうしますよ。気持ちの問題よ、気持ちの、そうそう、気持ちはそうだよ、気持ちは飛び出してんだよ。 気持ちを飛び出してるけど、物理的に無理な時は物理的に飛び出さないっていうことです。はい。<laughs> ドラマで遠距離内の相手と電話してたら会いたくなって深夜バスに乗って会いに行って朝早く新幹線で帰ったってエピソードだったのいやだからそれでもいいんだけど、俺はそれをやっても明日の朝の仕事に間に合わないので飛び出さないんですよ。明日朝めっちゃ早いからね。故に飛び出さないと。 うん、これ僕今から名古屋に戻って明日の朝一で帰ってきて仕事に間に合うんだったら飛び出すかもしれないよ。ただもう間に合わないからねでもあれか今名古屋から呼ばれたとして名古屋に新幹線でとりあえず帰って会って抱きしめてマイカーで戻ってこればなんとかなるわじゃあ飛び出しますわほな飛び出すわ分かった分かった飛び出せばいいんでしょ <laughs> 分かりましたよ。もうそんなに言うなら飛び出しますよ。皆さんがね、それが最愛の人の最後だったらどうしますかちょっとそれはさ、その条件違うじゃん。もう条件ちゃうやん。レギュレーションをさ、そんなハードなものにするのは反則では、話が違うもん。<laughs> それ飛び出すよ。それは飛び出すさ、多分さすがに飛び出すんじゃないそれだったら。うん。やめてよ、急にそんなハードなレギュレーションにするの。それで俺を詰めてくるの。<laughs> 全然フェアじゃないよ。<laughs> めちゃめちゃアンフェアな試合になってきてるよ、これ。 う,んもうこの試合おしまい。試合終了。ゴングです。はい、勝者なき戦いでございました。さすがに彼女からメンション来たら飛び出しますかもうおい、今試合終了したのに毎回この飛び出す議論になっちまったじゃないか。うんうん、彼女、メンションで俺になんか送ってくることあるの <laughs> その場合。<laughs> どうなの <laughs> さっきのそのデッセオのおかしいみたいに電話とかならわかるけどさ。メンションでなんかその <laughs>、メンションで俺が飛び出すような情報を送ってくるのもちょっとおかしな話だよね。俺を飛び出させるような内容であればね。うん。 メンションじゃなくて、それこそやっぱ電話とかの方がいいよな、それだったらね。飛び出すような内容であればね、うん。男に絡まれてるってメンション見て飛び出してほしい。<laughs> あ、なるほどね。その電話とかじゃなくて、電話ができないからメンションで。LINE とかでよくない。<laughs> あえてメンションである必要があるのかわからんけど。うん、まあ、その場合は飛び出すんじゃないですか、うん。なんでメンションかはちょっと俺の中では不可解な。ちょっと謎は残るけどね。